成したらをくれるのかな。みきゃんちゃん楽しみに待ってます。イエーイ、 T シャツ着て走り楽しみにしてますね。もちろん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 。マルッチさん、おかえりなさい、ありがとうございます。トウさん、ノリノリです。12人集まるわ送ります。お、やったー、アリンコちゃん届くって。みかんちゃん完成したら、イエーイ、イエーイですねセミの鳴き声がすごい、嘘セミも鳴くよね。お、ニャガカちゃんハートありがとうございます。あ、ヒーカのお見送り来た見たわ、なんかね、ひーこのお見送りで写真撮ったよ、みんなで、うん、それで帰ろって思ったら目があったわダイナソー、ダイナソー知ってんの？うん、トゲトゲ頭の、あ、森ちゃんダイナソー、うん、あー、おー、どうだった？と、目があったよ、おおびつこり、ね、目があってどうしたの？うん、礼した、お辞儀お辞儀した、うん、こんばんは、シュリリーさん、こんばんは、わえ、生誕ティーキーホルダーも入れておきました、だって、ありがとうございます。うん、生誕ティーキーホルダーパイナポーついてます、頭にはパイナポーつけてます。え、今日それでやったもしかして、うん、うん、違うよ、デカリボン、デカリボンあれどうなった、なんかすごい変な感じじゃなかった、いや、全然めちゃくちゃいい感じつけたよ、できた、うん、なんか朝のショールームはまま見てなかったけど、あの、あやさんが載せてくれてた写真見てびっくりしたんだけど、何がお化けみたいで、なんだこりゃ、違う、あれは適当につけただけなんよ、なんかママ病院でみんなが笑いよったよ、はぁーなんでみんなに見せるんや、やめて、だっておかしいけんみんなに見せてもらったよ、やめろ、どうしたんこの頭って、やめろ、お、初見なんだけど話し方が可愛すぎる、おい、お、ありがとうございます、コキンちゃん、コキンちゃんなんだっけ、コキンちゃんって、え、あ、コキンちゃん、コキンちゃんってあれじゃん、アンパンマンの、なんだっけ、バイキンマンの女の子のやつね、コキンちゃん、コキンちゃんじゃん、え、違うよ、コキンちゃん、え、ドキンちゃんとコキンちゃんやありがとうございます、よかったら右、あ、はじめまして、お、シュリリンさんもありがとうございます、よかったら右上のハートをパチッと押してルームフォローよろしくお願いします、ルームフォローお待ちしてます今年もじゃあ距離飛びたかったよですよね、コキンちゃんの妹がコキンちゃんな、うん、うん、そうよ、今年もワイドで出たかったんですけど振られました振られましたわ、やっぱり目当てたですよね、ハートをピンクによろしくお願いします、
今日発表する予定だったんだけど、マリサが帰る時間と相方が来た時間がなんか一緒でからね、そう一緒にショールーム配信ができなかったんという事件が起こってそうなので、なんじゃだっけ、延期になります延期になります。今日一緒に配信しようと思ったんですけど延期になりました。すみませんすみません、今日の服もこういうのありがとうございます。すみません、妹が愛着せず私が乗ってほしいです。なるほど、沙織さんありがとうございます。 OK、 すみませんね、もうちょっと分かってる？嘘なんで分かるの？誰か、なんかそう、かほちゃんのショールームでもなんか名前が出たりとかいろいろしてたけど、バカやなんで知ってるん気になろう。お、ハートありがとうございます。ちゅるちゃんで、まいちゃんも好きよ。やった、さわりさんありがとうございます。マリーナは1個上、1つ上なんですああ見えてどう見えてるか分からんけどそうそう、ナナさんとなんかマリーナが一緒に写真写っとって、そうやサングラスはこれアルサムじゃないって思ったんだけど、そうやサングラスはね盗まれたんよ。誰に？え、マリーナに。ああそれでその時に突撃されて、ナナさんがつけとるオレンジのサングラス、あれアリサのです。サングラスだけ登場ニコリンと写真撮ったんだって。えーすげえ、こっちもでもぜひあのゆかちゃんに会いに行ったんですよ。今日も？うん、だけどあのね説明を受けてたんですよ。何の？ゆかちゃんが？うん、そう、スタッフさんに説明を受け取ってから、ああ、あと帰るまであと10分みたいな感じになっとって、最後まで粘ったんですけどね、説明が終わらなかったので。誰と行ったん？え？マイハ行ったんですけど、そう説明がね終わらんくったんよね。2分、あの帰る2分前までおったんですけど終わらんかったので、失礼しますって頭を下げてから帰った。では隠し撮りはしたよ、説明を受け取るゆかちゃん。一緒には撮れんかったんですけど、そうだね、うんうん、あっって言う顔してた。あっって感じ。隠し撮りはやめなさい。失礼します。
やって帰った。やばい急げあと2分そう、それ遠かったの？ん？近かった？遠かったよ。間に合ったっけ？うん、間に合った。間に合った。なので次は行きましょうと思います。ゆかちゃんポスター持ってかないとね。あれにサインしてもらわないといけないんだ。サインしてもらったっけ？うん、ポスターを持ってかないと。総選挙ポスター。でかくない？でかいよ。写真ぐらいでよくない？だって生写真持ってないじゃん。写真あるやん。え？ないかいね。え、あるでしょ。え、なかったっけ？え、生写真？多分。あ、あるか。一緒に頼んだんじゃなかったっけ？あー、生写真あるわ。イエーイ！それにしよう。ゆかちゃんとあれだと、なんか頼んだ。そうか。生写真あるか。そっちにしよっか。ちょ、ポスターでかいよな。ソーリかムツオリぐらいでにゃ。ポスターでかい。生写真にしよう。生写真持っとるんか。よっしゃ。でもどこ行ったか分からん。え？どこやったじゃん。なくさないで。お疲れ様です。楽しみにしてくれてありがとうございます。アリサの配信いらっしゃい。生写真ナマステナマステ。あ、こんばんは。今日も一日お疲れ様、ありがとうございます。ありがとうございます。光り輝いてる。次はいつだっけ？何がいつだ？え、次の握手会。ね、次はいつだっけ？今月は終わりよね。あ、今月はもうない。
すみませんでした。お口滑りました。そう、なんかあの天才アピールをしようと思ってそういう名前にしたらしい。天才。おバカなやつらや。来年は入れちゃうよって言われました。正式に加入。あ、私も温暖化について真面目に語っていきたいと思います。トップシークレットです。到着じゃないです。あいつの少女全世界に配信中。全世界に知れ渡ってしまった。何これ、イエローキャップさん、ママさんのあだ名を決めませんか。何メモ係です。メモちゃん。メモちゃん。ひのちんさんが言ってくれたら可愛い。メモちゃん。加入認めましょう。おー、ありがとうございます。え？発展のロールラーポーラースター。どこに？アイちゃんの加入認めましょう。ありがとうございます。見直しありさ。地球温暖化について語ります。お宅さんにまでちゃんと認めてもらわないと入れんのよそれ。はい、よろしくお願いします。厳しいね。 ST48 見直しありさと申します。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、大輔さん。プロフィール画像なくなったら、明日からありちゃんのプロフィール画像がなくなったら察します。どういうこと。どういうこと。どういうことや。来たよ、お、ナナのおじさん、ありがとうございます。察します。察しねえわ。めぐみの人、英語でお願いします。え、 My name is Alison Mineosh. Nice to meet you. Nice to meet you too. ナナのおっさんが名前呼べと、え、呼んだじゃん。さっき呼んだじゃん。何にも聞いてないんだよね。うん、地球温暖化が多分なくなりません。あらららら。なくしていきましょう。喋ったからこれ。めぐみの人。めっちゃ流行ってるめぐみの人。それだけだって。それだけです。そうよ、なつかちゃん。なんでここで止まっとん。ひどいよね。ねえ、なんでここで止まってるの。シジムでここでやってからやろうかと。じゃあ買ってきて。何を。フラッペに決まってる。マジで、うん、チョコ、うん、チョコレート買ってきてよ。昨日 USS だ。そうだよ。カモンベイベーアメリカン、トゥトゥトゥルトゥルトゥル、カモンメイアメリカン。パンパパ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 ン。ヘイ。かき氷まず温暖化の逆のところあるから。お、ジーアウトレット行きました。おお、どうでしたか。どうでしたか。握手会行く。お、お待ちしてます。その手にハマってんの。そう、 TikTok で流行ってるんですよ。 TikTok、 あなたも今日から TikTok。 ロリコンレーン繁盛してました。はい。多分多分してましたよ。あ、今日もトイレでばったり出会ったさしこちゃんにも言いましたよ。また会ったって言われた。また会った。名前を出しました。おお、ほんまや。私はキャラ、ぜひまた来てください。お願いします。でも今日はあんまり会えんかった。今日はあんまり会えなかった。またおったって言われた。声コード聞いてないんですよ。それが聞いてないんですよ。
次聞きます。次荒野行動聞きます。荒野行動次チックタックに聞こえる。チックタック遭遇率高いっすね。遭遇率高いっす。メッセ歩いてたら鼻の上日焼けしました。おお。メッセ歩いてたんですね。パンパパ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 パン。じゃんけん大会はまた後日ショールームで一緒に配信したいと思います。一緒に配信したいと思います。Come on baby アメリカン。おー、ありがとうございます。何それ。そっちは何の、何これ。新作だ。メロンソーダバニラフラッペと、こっちは何、フランボワーズジェラートフラッペ。新作だわ。嘘でしょ。もうチョコないの。わっ、おっとっとっと、ちょっとしっかり混ぜて。なんか美味しそうでしょ。ファミリーなマートさんです。 F のマートさんやF のマートさん、ファミリーなマートさんでしょ。そうだね、 F なマートさんだね。お買い上げありがとうございます。店員さんなんですか。本当だ。え、チョコは昨日で終了したん。マジか。マジか。え、これは今日からなん。じゃあ知らない。そういうこと。いいチョコラ、今日わー、いただきます。うん、ちゃんと読んで、あやさんの言葉。うん、感謝感謝。バカにしとんかい。うん、お、めっちゃ美味しい。こっちなんかクリームソーダや、うん、炭酸ないバージョン。メロン、うん、違う、クリームソーダの炭酸ないバージョン。こっちはね、ん、全然混ぜてないじゃん。ミルクしか飲めんかった。やめたいもん、そういうの。全然混ぜてないじゃん。こんにちは。スイカも、スイカ飲んだよね、うん、スイカは種がチョコになってて美味しい。いちご飲んだっけ。いちご飲んでない。そんないちごって、いちごも、なんでそんな出たの。新作がチョコミントもなくなったん。チョコミントあったよ。まだあるんじゃん。なんでない人が俺言ってくれるの。ファミリーマートさんありがとうとか言って。優しい。フランボワーズはあれだね、味が濃いわ。美味しいよ。でも美味しい。うん、ママが好きそうな味や。私はメロンが好きだわ。これはメロン美味しいよ。でもしっかり下まで混ざってないの。ちょっと混ぜます、頑張って。夏はフラップが売れますですよね。あ、
なんかちょっと酸っぱい感じだねこれ。うん、なんだこれ。フランボワーズってなんなん。なんかマカロンにありそうな名前じゃない。今日のヘアバンド可愛かったって。ほらありがとうございます。ちゃんとついてましたか。ちゃんとつけてましたよ。今日はもうインパクト大ドデカリボンつけました。これからもよろしくです。シュリリンさんよろしくです。メロン美味しい、おすすめ。うん、しっかり混ざりました。ラズベリーの感じ、これちょっと甘酸っぱい、うん、甘酸っぱい感じが。確かに。なんだっけ、ベリーベリーベリーみたいなやつ似てない？ブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー。あ、そうそうそう、それ。うん、似てる。あ、ベリーベリーベリーがおすすめですって書いてある。ウケる。え、もうそれはないよね、ベリーベリーベリー。もうなくなったじゃろ。新作ばっかりいっぱい出すね。チョコは残しとけ。チョコは一番人気だろう。いや、一番人気はやっぱりコーヒーだよ。え？コーヒー味。ああ。あれはコーヒーか。え、でもあれ苦くない？美味しい。だってあれさ、なんかチョコに色が似とるよね。だけど間違えて買ったんよね、チョコと間違えて一回。それでね、間違えて飲んだよね。にっくーなんじゃこれってなったわ。子供だね。うん、子供自体。ほら、一番はチョコですわ、書いてあるですよね。ローソンにも行ってください。だってローソン行ってますよ。フランボワーズってラズベリーのことなんだって。じゃあ私の舌も間違ってなかった。そうですね。わあ、ちょっと見て、ジェラルがなんか大変なことになってる。何？工事で大変よこれ。わお、電車が動いてないので駅が工事されてる。頑張れ。うん、優秀な舌をお持ちで。ウケる。誰この人、ペペ。なんで一文字だ。誰やねん。カトちゃんペみたいな人やね。気になるな。シュリリンさんまたね。おお、夕食のお嬢様、またね、ありがとうございました。ショート葵ちゃんとトロブちゃんが命名したんだって。ん、何を。どこにある。シュリリンさんの後ろ。後ろ、うん、どこ。シュリリン兼シュリブだって。うん、アリさんも工事してください。キャロットさん、はい、素直になる工事をしてください。こんばんは。呼んだかって呼んだかって思えた。あ、ペ呼んだこと。違うでしょ。違うやろ。呼んだかね。確かにちょっとね、紛らわしいから。紛らわしいな。まいちゃんやっほん。みきゃっちゃん子供だな。工事不可能ですよ。工事不可能です。最悪やん。ん、フラッペのストローピンクあるよ。だって、え、飲み口がハート型。え、どこに。ちょ、見てきなさい。いや、見てこんわ。なんで。黒しかなかったよ。え、ピンクのフラッペのストローピンクあるよって書いてあるよ。 F マートに。飲み口ハート型だって。めっちゃ欲しい。見てきんさい。はぁ、
誰が配信するやん。みんなと喋っとくけ。じゃ喋る気さい。いやいや、なかったって本当に。聞いてみなさい。今はピンクのストローありますか。ピンクでハート？めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いやん。それストロベリーとかじゃない？関係ないか。関係ないっしょ。だってコーヒー味にピンクのハートやばくない？確かに。ストロベリーとかいう色があるん？じゃない、味があるん？じゃあストロベリー買ってきなさい。いいやよ、もう。ハートが欲しい。あ、ストロベリーなんじゃない？なんかあそこの旗がさ、旗に書いてあるイラストが、ストローピンクじゃない？うわ、なんでストロベリー選ばんかったん？ストロベリーのピンク、ハート、あ、ピンクや。え、ちょっと見せて。いいから。これは黒や、ベリーベリー。これなんで黒取っとんや。ピンクなかったの？やったんかね。そりゃあれじゃない、そ、あのいちご様用じゃけ、いちご買った人にしか手渡されんのや。あれ、なんでそんなに盛り上がるんだよ。おバカな二人でごめんなさい。窓オープンとか書いてある。ストローハートで、違う、ハートじゃない、ピンクで、飲み口ハートってすごくない？5分前に亡くなりましただって。は？え？え、どこの店舗からも？店によって取り寄せるのが違う。ああ、なるほどね。数量限定だったかもしれない。もうないかも、だって。ちょ、遅かったな。貧困族の皆さん、こんばんは。どうも。スマイル弟さん、びっくりだ。こんなに。こんばんは。握手会ありがとう。おー、ショーピューさん。ありがとうございました。いっぱい来てくれた。みかんちゃんあったんだ。ん、近いの横にあった。ファミのマートにはあったんだって。マジか。お、フォロワー増えた、ちょっと増えた、6396。これストローだけのプレゼント届くよって、どういう意味？どういうこと？え、誰か送ってくれる？ストロー。ハート型って飲みにくそう。確かに。でも可愛いね、ピンクでストローハート。あー、じゃあ今度来た時はイチゴにしたらもうないかもしれない。それがタダでもらえるってすごくない？うん、めっちゃ取って帰りそう。ん？ストローだけだけど、それを防ぐためにないんじゃないよ。ない？だからだけどね、この黒のストロー横にピンクのやつ置いてあったらめっちゃ通る人がおるかもしれんやん。うんうん、わかる？だからそれを防ぐために、あのいちご買ったフラペンチーノ。ネモさん、それはダメです。だってほらね。そうだね、もう話を飛び出すな。だからそれを防ぐために、いちごのフラペチーノ、フラペかを買った人にだけあのピンクのストローがもらえるっていう特典なんじゃない？ママメディアにバカみたいにいっぱい撮ってく人がおるやん。たまには。失礼な、ママみたいにバカみたいにみたいな。そりゃそうか。うんうんうん。サンタさん来た。あ、どこ？久しぶり。ストロー研究会の研究会の私です。久しぶり。お母さん、花丸きってどういうことやん。花丸き、花丸き、どんなソロで飲んでも味は同じです。あー、カーテンがー。あー、やばいやばいやばい、急げー。ファミナマートが映る。よっこらしょ、よっこらしょ。はい、オッケー。みんな8時まで見たいって。うん、どうするん？どうするん？今日は7時までなのです。見えた、どうだって。テーペロ。
ペロリンチョ。3本投げれるように着実に準備ありがとう。ファミリーで語るマート。7時まで、すいませんね。あと4分10分。了解。前ハッチお寿司食べとんだって。どこでや。どこで。前が俺もお寿司なんか食べてんの知らん。え、家じゃない。あ、家で。早いね。もう帰ってご飯食べてんの。すげえな。近いとこに住んどんやんな。まあ、それではキャッチフレーズをやらさせていただきます。アリちゃん推しになるのはアリー。アリーカカカアリサゴー出航。はい、ありがとうございます。面白くない。全然面白くない。面白いよ。中学2年生のアリちゃんこと峰吉アリサです。よろしくお願いします。バカかって言われて。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローとツイッターの拡散をどうぞよろしくお願いします。ツイッター拡散、ルームフォローお願いします。ふい。それではギフトを読ませていただきます。金四八さん、きょうちゃん、寝屋川かっちゃん、ジュルちゃん、ぎょっきゅん、寝屋川かっちゃん。金魚ちゃん、平粒さん、ひとりごとさん、かどくん、ギフトありがとうございました。イエーイ。まだ JC です。 JC2。 それではツイッターしてません。なるほど。すみません。それではランキング読ませていただきます。13位カツオさん、12位キズナックさん、11位ヒデジロウさん、10位釣り吉さん、9位パッチさん、8位ふーくん、7位ひとりごとさん、6位みーちゃん、ぎきおしさん、5位金魚ちゃん、4位 A イコールさん、3位ケンヨンパチさん、2位ジェラちゃん、そして1位はドルルルルンゆっきゅんです。ありがとうございました。イエーイ。おパッチさんもハートありがとうございます。GBS だって。また2分余ったよ。ふーい。あーやばい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 。ピンチピンチ。もうこのカーテン最悪。あー久しぶりに喋ってしまいました。ごめんなさい。喋りすぎ。もうこのガムテープで口を止めるぞ。あと30秒。おありがとうございました。見えたなんて。見える。見えるわ。それではまた明日の朝配信でお会いしましょう。明日は学校に行ってきます。それではバイチャラボーイ、見てくださり、そうそうそう、みんな工事してください。ありがとう。しっかり工事してください。もういいから。黙って。黙って。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。